私たちは毎日誰かとつながっている。ありがとうございました。日本のどこにいてもつながらないがなくなるように。行こう、すずめさん。面白い方の未来へ。すずめ、行ってらっしゃい。行ってきなさい。行ってらっしゃい。一旦さ、気付けで行ってござい。ありがとうございました。行ってきなさい。行ってこじゃ。行ってらっしゃい。親御さんにはちゃんと連絡しや。はい、私たちは毎日誰かとつながっている。日本のどこにいてもつながらないがなくなるように。行こう、すずめさん。行ってきます。面白い方の未来へ。田原さん、こちらにお願いします。 KDJ の山中さん、ひろさんです。よろしくお願いします。お願いします。原中です。お願いします。ありがとうございました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 。私たちは毎日誰かとつながっている。日本のどこにいてもつながらないがなくなるように。私たちは毎日誰かとつながっている。日本のどこにいてもつながらないがなくなるように。私たちは毎日誰かとつながっている。日本のどこにいてもつながらないがなくなるように。行ってきます。面白い方の未来へ。面白い方の未来へ。私たちは毎日誰かとつながっている。日本のどこにいてもつながらないがなくなるように。面白い方の未来へ。ありがとうございました。素敵な作品になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。綺麗なお花用意してくださってありがとうございます。映画の収録から少し時間が経ってたので、改めてまたスズメを演じることができてすごく嬉しかったです。そうですね、行ってきますっていうセリフがいろんな方言の方に行ってらっしゃいっていう風に送り出してもらうストーリーなので、元気よくアフレコできたんじゃないかなっていう風に思います。中学生の時から新海監督の作品がすごく好きで、最初はすごく緊張したんですけど、本当にいつも的確にアドバイスをしてくださって、すごく優しい方です。スズメ役が決まった時に今まで共演させていただいた先輩の方々からお祝いのメッセージをいただいたりだとか、あとはいつもすごくよくしてくれてる友達が、なかなか最近は会えてないんですけど、メッセージをくれて、なんかそこでつながりを感じて嬉しかったです。私の名前の由来が母が小豆島で見た菜の花畑からが由来なんですけど、まだ行ったことがなくて、自慢の風景故郷とはちょっと違うかもしれないんですけど、人生で一回は名前の由来になったその菜の花を見に行きたいなっていう思いはあります。最近だと家族旅行で秩父の方にラフティングをしに行ったんですけど、その時に一緒に船に乗ってくださ、ボートに乗ってくださったインストラクターさんがすごくお話が面白い方で、たくさん家族の写真を撮ってくださって、素敵な出会いだったなっていうふうに思います。